ここに注目してほしいポイントということで、天崎さんかからお話いただけますかまあ毎月っていうお話もありましたけど、まあ、1か月あるんで、で週替わりの得点もあるんで、ぜひね、あの皆さん、まあ、4回は最低見ていただいて、ね、得点を全部ゲットしたいから、えー、4回見ていただいて、さらにね、あのー、お休みがある日、えーね、時間がちょっと空いたら、カフェに行くんじゃなくて、劇場に足を運んでいただければなというふうに思っていますす、はい、模範回答です <laughs> <や>ありがとうございます。 こんなに営業が上手な声優さんいるんですか。<laughs> なかなかいないですね。<笑><笑>天崎さんは、はい、そのえっと楽曲を聞いたのは、はい、完成してからになりますか。えっといや完成する前に聞かせていただいておりましたけども、<laughs> 僕なんかのあの、あのー、ランニングインマイヘッドの方はあのー、ファイターの一面をなんかその作品におけるそのファイターの一面をすごく表してるなって思っていて、で僕あのランニングのランっていう言葉を ちょっと調べたんですけど、なんか、え、調べなくても知ってるんじゃない。<laughs> そんな、まあ、聞いてください。由美<え>さん。かま,だまだ先があるんです。<laughs> その走るっていう言葉、まあ、わかりやすく皆さん、あの、想像できると思うんですけど。他にも、その、いわゆる、その、起動するとか、その、まあ、機械が動くとか。な,なんか、そういう言葉でも使われてたりとか、あの、他にも、その、水が流れる。時が流れるみたいな言葉にも使われてたりとかして。結構、その、ランっていう言葉だけで、すごく意味が、走る以外にも。 あるみたいなんで,す、ね、で僕そのこのタイトルを聞いた時にどういう意味合いなんだろうって考えて、まあ、それを調べたんですけどなんか結構聞く人によってしかもそのこの作品で皆さんが感じられるこう感情みたいなものによってここの何の部分が変わっても面白いのかなっていうふうになんかすごく思ってなんかそういう聞き方もあのなんかできたらそのよりオープニングでその気持ちをそ,そこでこう上げていただいて。 作品に入り込めるのかなというふうに思ったりしました。なるほど、もうね、もうその、その通り。<laughs> あ、その通り。その通りです。やった。 模範回答ですかこれ。模範回答以上ですねですそ。その通りです。本当にもう大好きで、あの今日もあの古川カ君にあの脚役の古川カマコト君とお話ししたときに、ずっと頭の中であのランニングイマヘッドが流れてる。もうまさにだからランニングイマヘッドしてるってずっと言ってました彼も。<laughs> 嬉しいですね。<laughs> すごい。あの本当になんかこうねやっぱりアーティストとしてやっぱその作品によったその音楽を作ることってすごい。 まあ簡単というかねやっぱインスパイアされて作るんですけどまあそれと同時にやっぱ自分の世界観とそのいいバランス感というかライブでもずっとやっぱり長く演奏していける曲だなと思いますしあとはもうそのテーマとしてもカットもやっぱりいろんなね人生生きててやっぱりいろんなあの難しいことだったりあのね辛い時もあると思うんですけどそ,のそこを超えた先の景色そこ,そこにこうあの抜けた時の,その解放感みたいなものを この楽曲では感じててほしいなと思って作りました、はい、ありがとうございますあのここにね登壇させていただいたキャストの一人として登壇させていただいたんですけども声優だけでも本当に数多くの方々が、えー、この作品に関わっております。でそれぞれの方々にこの「奪還のローズ」と向き合った、えー、お話が、えー、あるのでなんかこうそういう話ができる機会が、えー もっともっとこう作品が盛り上がって、えー、たくさん作れるといいなというふうに思っておりますもちろん、えー、声優だけじゃなくあ関わってくださったすべての方々がお話できる機会が、えー、多くあるといいなというふうに感じています、えー、いつかね奪還のロゼのイベントでお二人に演奏歌唱していただくようなことが全然もしできれば全然でも ごめんなさい今能天気で拍手してました、僕も。<laughs> <laughs> 違う,違う,違う今回の責任者い <laughs> いつでもありがとうございます もう本当にそういうような形でこうたくさん関わってくださった方々と見てくださった方々と一緒に奪還のロゼを目いっぱい、えー、楽しんでい、えー、きたいなというふうに思っております。第4幕まで、えー、見逃しないように、えー、そしてあのネタバレの、えー、SNS 投稿につきましては、えー、となるべくねあの、まあ、まだ見てない人いますからねチャンネルうまく控えていただいて YouTube の,のですね公式の,あのコードケースの YouTube チャンネルの方の動画のコメント欄 でネタバレができるあのコメント欄がありますので、もうそこで思う存分書いていただいて、で、この SNS の方ではうまい具合に面白かったよというふうなふわっとした感じでもいいですし、皆さんが感じたことを、えー、たくさん語っていただいて、えー、たくさんみんなと一緒に盛り上げていけたらなというふうに思っておりますので、引き続き、えー、応援の方よろしくお願いいたします。本本日は本当にあありりががととううごござざいいままししたた